メアリー・スティーブンソン・カサットは、アメリカの画家、版画家、成人してからはフランスで生活することが多かった。そこで最初に友人になったのが、エドガード画で、後に、印象派の展覧会にも出品した。カサットは、独特の力強いタッチで、母とこの親密な絆を、さらに、女性の社会的及び指摘生き方を、何度となく、描き続けた。船遊びナショナルギャラリーメアリー・カサットは、 ペンシルベニア州アレゲニーに生まれた。父親のロバート・エス・カサットは成功した、株式、仲買人、母親のキャサリン・ケルソー・ジョンストンは、銀行家の家の出身という、恵まれた環境だった。教育に不可欠だとして、世界中を旅行しながら育てられた。10歳になるまでに、ロンドン、パリ、ベルリンなど、いくつものヨーロッパの首都を回っていた。ちなみにカサットは、画家、 ロバート返来のいとこでもあった。カサットはプロの画家になろうと決めた。もちろん家族は反対したが、カサットは自分の意志を貫いた。フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーでの勉強を始めたが、一向に進まない授業と、男子学生の見下した態度に我慢できず、ちゃんとした巨匠の下で勉強しようと、1866年パリに渡った。しかし、 不服戦争が始まってアメリカに帰国した。カサットは家族の元に住むが小さな町だったので画材やモデルを得ることが難しかった。画材を買おうにも父親はカサットが画家になることになおも反対だったので生活に必要な金しか渡してくれなかった。1871年ピッツバーグの大主教からヨーロッパ中を旅行した後でいいからイタリアの絵画を模写してほしいという依頼があり。 カサットは再びヨーロッパに渡った。お茶ゆさカンバス、ボストン美術館カサットはヨーロッパの主だった美術館を回って絵を独学で勉強した。1872年にはカサットの作風は成熟しきっていた。それからパリに行きカミリユウピサロの下で絵を学んだ。1872年カサットはパリサロンに初めて絵を出品した。審査員はしぶしぶ絵を受理したが、 批評家たちは色は明るすぎるし、肖像画は実物以上に精密すぎると酷評した。ある時、カサットは美術商の店のウィンドウで一枚の絵を見かけた。ドガのパステル画だった。カサットはサロンに反抗しているのは自分一人でないことを知った。カサットは友人への手紙にこう書いている。1874年、カサットはドガと対面を果たした。ドガはカサットに 印象派の展覧会に作品を出品してみないかと誘った。そして1879年、印象派の展覧会にカサットの絵がかかった。1886年までカサットは印象派の積極的なメンバーだった。印象派から離れた後もドガや女流画家のベルトモリゾとはずっと友人のままだった。パステルの使い方に熟達し、結果的に 彼女の代表作はパステルで描かれたものが多かった。ランプ、ナショナルギャラリーカサットが印象派から離れた理由は、母と姉妹を看病するためだった。看病の間、筆を握ることもなくなった。二人が病気になったのは、1877年、カサットがパリに移った後だった。姉妹は1882年に亡くなった。母親は、なんとか健康を回復した。 1880年代中頃にはカサットは再び絵を描き始めた。カサットの作風は進化していた。印象派からよりシンプルでよりわかりやすいアプローチになっていった。1886年までしばらくカサットはどんな運動にも属さずに様々なテクニックの実験を続けた。カサットの人気の基礎である一連の母と子を描いた絵の特徴は正確な素描。 優しい視点、その上に、決して干渉に溺れていないことである。1891年、カサットは、その中には、その前年パリで見た日本画にインスパイアされた、水浴する女性、髪飾りが含まれていた。子供の入浴衣産、キャンバス、シカゴ美術館1890年代はカサットが、最も多忙で、最もクリエイティブな時代だった。アメリカの若き美術家たちは、 カサットをカントし、アドバイスを求めた。その中には、ルーシー・ベーコンがいて、カサットは彼女をカミー・ユピサロに紹介した。20世紀を迎えた時、カサットは数人の美術コレクターのアドバイザーを務めることになった。コレクターたちが購入したものをアメリカの美術館に寄付することを条件に、アメリカのコレクターたちはありがたかったろうが、そのせいで、 カサットの絵の評価がアメリカでは遅れることになった。カサットの芸術への貢献をた,たえて、フランス政府はカサットにレジオンドヌール勲章を送った。1904年のことである。1906年、カサットの兄アレクサンダーが亡くなった。アレクサンダーは1899年から死ぬまで、ペンシルバニア鉄道の社長だった。兄の死から1912年まで、カサットは再び筆を折った。 1910年のエジプト旅行はカサットに古代の絵の美しさを印象付けた。1911年、カサットは糖尿病、リウマチ、神経痛、白内障と診断された。しかしカサットはくじけはしなかった。とは言うものの、1914年以降、カサットは絵をやめた。目がほとんど見えなくなったのだ。絵は描けなくなったが、カサットは、 女性参政権の理想に向けて前進した。1915年には、その運動を支援する展覧会に18作品を出品した。カサットは、パリに近いシャトーでボフレスンで、1926年6月14日に、亡くなった。遺体は、フランスのメイニールズラバスのカサット家の地下納骨所に埋葬された。2005年現在、カサットの絵画に287万 US ドルの、 値段が付けられた。ありがとうございます。